経済評論家の常年司さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。オス、オス、オス。はい。はい、よろしくお願いします。これ芸能事務所というと最近休業のニュースもあの続いているんですが。 常連さんも実際これ勝間和代さんと会社を作られてたりとか割とこういう独立志向の流れみたいなのをどういうふうに見てらっしゃるたん、はい、ますかまずあの私と勝間で一緒にやってる事務所はまあこれがコアの「監査と分析」って事務所があってで一応まあ提携してるまあ芸能事務所があってまあそこからお仕事が来たりとかするんですけどまあ基本は僕らの事務所が個人事務所というかね2人であのパートナーシップ組んでやってるところががっちりしてるんであんまりこういうのとは関係ないのとあと今回のこれ見てねあのフィットって結構知ってる人いっぱいいらっしゃるんですけどこの後だからどうやってこうまあ ええー、なんちゃビジネスをね成立させるかということで、うん、思ったんですけど、芸能事務所ってどっちかというとこう仕事があの B to B ですよね。うん、あの法人から仕事もらってその CM 出たりとか。うんうん あとテレビ局も基本的に法人じゃないですか、はい、法人相手の営業をやってたような感じですけど独り、うん、立ちしたあのアイドルってみんな SNS とかで B2C で直接お客さんからもらってますよね、うん、だモデルをだから B2C にうまく転換できるかどうかってのは結構ポイントで、うん、YouTube なんかでもそうですけど某金曲の有名アナウンサーの YouTube とか、うん、悲惨ですよもう再生回数。回ととか <laughs> コラボしてちょっと再生数上げたいんだけど来たんですけどいやこれ俺が出たからってどうなるもんでもないですよって断ったことあるんですけど、うん、だから本当に。 本当に B2C にモデルビジネスモデル変えられるかっていうのはちょっとまた違うノウハウなんで、うん、まあ違うノウハウというよりは気持ちでしょ気持ちですか覚悟、うん、いや気持ち気持ち覚悟じゃなくて、うん、テレビに出たいいとかっていうやつああ、そういうこと、うん、なるほどなるほど,なるほどそういう気持ちのやつがそもそもい,たいそうもうだからテレビに出たいって気持ちがもうそこで終わってんだよね、うん、なるほども今テレビに出たって露出もされないギャラももらえない、うん 地獄のような場所ですよテレビ。拘束時間も長くて,て、拘束時間もないし。うん、だけどテレビが憧れなわけですよ、うん、みんな。芸能事務所もさっき B2B とおっしゃいましたけど、B2B、うん、というよりはテレビの枠を持ってるってことなんですよ。うん、大手の芸能事務所の唯一の強みは。うん ね、テレビ局員との太いパイプです <laughs> それだけだと言っても過言ではありません、まあまあ、一応 B2B じゃないですかいや一応、ね、そうなんですけど一応、ね、だからテレビとの太いパイプっていうものだけが彼らの唯一の価値なんですよテレビ自体が腐り始めたからパイプも腐っちゃう,うテレビが腐り始めると、うんうん それがあまりこうまあなんかアドバンテージじゃなくなっていって、うんうん、かだから本屋さんみたいなもんよ。<ー>本屋さんも昔は雑誌並べてれば、ねスパーパのね編集長やってたんだからわかると思いますけど、うん、もう坂道を転げ落ちないように部数がね、もう下がっていったじゃないですか。半分半分ずつになっていきますからね。確かに。はい、だけど昔は本屋さんに週刊少年ジャンプとか置いといたらもう。 ね、バカみたいに売れていった分何もせずに売れていったわけですよだからもう頭がもうボケてるわけですよ<ー>だから本屋さんを火を景色はならないとか言うんだけど <laughs> お前さ昔めっちゃ濡れ手に泡でめちゃくちゃ儲かってただろって大体、うん、地元の名士の人が不動産持っててそこの1階で本屋さんやってたの 何も考えてこなかったくせにお前今更泣き言言うなよみたいな,、うん、なで芸能事務所も同じだから何もやってこなかった、うん、つまりマネージメントしかやってないんですよ、うん、だからその付加価値の創造とか。うん、なるほど やってなくて、太いパイプで流れてきたのはい、あなた。うんうん、次あなたって。いや、間違いないんですよ、ね。あ、僕バーターで、そ,でね、その有名なタレントさんが出るときに、はい、若い子を仕込んでみたいなこと。をずっと延々と続けてきたわけですよ。テレビとの太いパイプで、で、ついにテレビの付加価値がだんだんなくなってきて。うん、やっぱ稼ぐんだったユーチューブでしょとか、うん、あのライブ配信でしょみたいになっちゃう。はい、あの正直、その0 p. V. しか稼げてない女子アナも。はい あのポコチャ全然普通に、ね、普通に50万100万稼げますよ1か月だけどあんなのあれでしょバーチャルキャバクラでしょぐらいな感じでバカにしてんですその通りですでテレビ局の女子アナなんてもうそういうの一番バカにするタイプじゃないですか,か,かだから一番最初に死に死 <laughs> <laughs> おっしゃる通りでさ今時女子アナに なることがもうバカじゃん、うん。いやすごい。キー局の局アナになりたいです。おめでとう、局アナとかって言ってる人たちがもう頭を。 がおかしいわけそで <laughs> 前確か堀江さんがどっかで親は情弱って話してたじゃないですか俺さで俺さ、うん、フェイスブック見てたんだけど、うん、そしたらうちの娘が「フジテレビに入社したんで入社式に行ってきました」みたいな、うん、ただその入社する人が何十人かいて、うん、その倍の数の保護者枠がほぼ埋まってたらしいんですよ。うんうん 恐ろしいなって思って <laughs> <ー>まさにその話じゃないもうなんか春の叙勲みたいな感じ <laughs> そのノリは。で日枝 <laughs> 会長も「ええ、あ相談役か今」ええ「お元気そうに入社式の面々を微笑ましく見守っておられました」って書いて「<laughs> まだいたのかこのじじい!」みたいな。<laughs> <laughs> いや恐ろしいです恐ろしいですよ。もう、おぞましい世界が展開されてるんですよ。だからそんな感じなんですよ、キー局って。最初に死にますね、それは。そりゃもうね、さすがにね、「うん!」ってなりますよね。だから、こういう何もやってない芸能事務所はこうやって排除されていって、三十代、四十代の人たちがやってる芸能系の事務所って、もう マネージメント以外のこと相当やってますよ。いや、それはすごい感じます。自分でビジネス開発、例えばフェスの権利買ってきて、主催してみたりとか。なんかコンサルティングとかやってるんですよ、ね。すああ、そうですね。あの企業のコンサルティングを。 まあ、あるお菓子メーカーのイベントを開催したりとかっていう話をこの間聞いてたんだけど、うん、要は僕たちみたいにこうやってそのタレントはもちろん抱えてるんだけど逆に言うとタレントを原価でで使えるわけじゃないですかか確にしかも自分たちが全てを決められるから、うん、なんかイベントを主催したらそこに対してタレントをブッキングするのは簡単じゃないですか、うん、自分たちのタレントだから原価で出せるしね。うん、だからそこここは有意なととろろだだよね、うん、っていうことでもも、まあ、もちんんテレビにも出るんだけれども もうそれはもう剥くつけてあの割り切って、うん、ちゃんとリアルなイベントで稼いでいくっていうようなビジネスモデルをちゃんと作ってるところは買ってますよね。うん、ね実際クリーミーさんってその6年前に独立される時ってスムーズにこう辞められたりしたんですか？あ全然あのすごい圧力がありまして、あ,ね、<laughs> あのオファルダ、オファいやあのなんかつぶつぶすぞみたいな感じで言われてたんですけど、<laughs> うん、私はその時にあの録音テープをあの全部録音してその罵声を もう録音してたのでやめた後にまに、あ、ちょっとその周りの第三者から圧力があるっていうのをあの聞いた時にその録音テープを持ってあの事務所行ってあのこれツイッターで流しますっていうふうに言ったらあのそこからパタッと止まりました。で<ー>まあまあだからそれは昔はね干すって言ってそれで本当に消されてたんだけど今は消されないじゃないですか消しようないじゃないですか。うん、吉本干された人もね皆さん頑張ってらっしゃいますからね今ね。 吉本もおぞましいですねいろいろね話を聞くとねだって吉本って昔上場してたんですよ吉本ですねで MB をした時にそれこそあの井出井さん元ソニーの井出井さんのファンドがなんかコーディネートして今在京金曲数社のようテレビ局の子会社なんですね実質的に株主にだからいやだからテレビ局の子会社なんだからそれはもう松本人志さんもテレビ出れなくなりますよねっていう話で。 あでももうテレビに出れないって逆にもう出なくてよくないみたいな <laughs> いむしろむしろいい意味ありますみたいな。でさ YouTube に、ね、行って YouTube でも何でもいいんだけどやってこたつ記事書かせてさやればいいじゃないもう。